アリッシュバルツァーは、ドイツのジャーナリスト、著述家、フェミニスト、フェミニズム雑誌、エマの創刊者、編集長、シモーヌド・ボーヴォワールに出会い、フランスの女性解放運動に参加。1971年に、ボーヴォワールが起草した、人工妊娠中絶の合法化を求める、請願書、343人のマニフェストに倣って、中絶を犯罪とするドイツ系法典、 第218条の改正を求める、請願書、私たちは中絶したを、シュテルン氏に掲載。ドイツ女性解放運動の発端となった。以後も主に、エマ市場で女性の権利、地位向上のための活動を続けている。著書の翻訳に、10年にわたるボーヴォワールとの対談を、まとめた、ボーヴォワールは語る、第2の性その後、世界12カ国語に翻訳された、性の真相。 小さな相違と大きな結果がある。アリス・シュバルツァーは1942年12月3日、アリス・ゾフィー・シュバルツァーとして、ルール地方の工業都市ブッパータールに生まれた。22歳の未婚の母の代わりに、母方の祖父がアリスを育てた。当時46歳であった祖母マルガレーテ・シュバルツァーは、反対性順応主義者で、他人と違う意見をはっきり言える女性であり、ナチズムを批判していた。 これは、戦時中はもちろん、全般裁判にかけられることなく、生き延び、まだ政界等で活躍する、元親衛隊隊員がいた戦後にあっても、疎ましがられることであった。祖母マルガレーテはまた、すでに1950年代から、環境保全活動や、動物愛護活動に取り組む、政治思想家で、一方、祖父は、おむつを交換し、細やかな心遣いができる、 優しくて楽しい人だったため、性別役割は固定的なものではないことを学んだという。シュバルツァーは16歳で学業を終えて、ミュンヘンのシュバービングに移り住み、事務員の職を得たが、20歳の時にフランス語の勉強のためにと普通を決意。パリまでヒッチハイクで行き、オーペアをしながら学業に励んだ。私のすべての行動の原動力は、 公正さであるという彼女はジャーナリストになる決意をし、仕事がもらえるようになると、モンパルナスにアパートを借りた。帰国後、デュッセルドルフに今日定めた後も、フランスとドイツを行き来しながら、記者活動を続け、とりわけ、ベトナム戦争に反対し、女性の地位向上を訴えた。ドイツの風刺雑誌の記者として採用されたが、早くも数ヶ月後に退職し、再びと普通、 パリで女性解放運動が起こっていた1970年のことであった。シュバリッツァーは女性解放運動に参加する一方、1968年の5月革命の精神を受け継いで設立されたバンセンヌ大学で社会学と心理学を学び、シモーヌド、ボーボワール、ジャンポール・サルトル、ダニエル・コンベンほか当時活躍していた多くの左派、知識人に出会った。とりわけ、 ボーヴォワールとは、以後進行を深め、1972年から82年までの間に行った対談を、ボーヴォワールは語る、第二の聖その後として出版した。1971年4月5日、ヌーベルオプセルバトゥールが目に、私は中絶手術を受けたという宣言書に、署名する勇気のある、フランス人、女性343人の一覧として、 343人のマニフェストが掲載された。マニフェストを起草したのは、ボーヴォワールであり、フランス系法典第317条により、堕胎罪として処罰を受ける、非合法行為であった、人工妊娠中絶の経験を持つ女性たちが、法に触れることを覚悟の上であえてこの経験を、公にし、中絶の合法化を求めるものであった。マニフェストには、 女性解放運動を敬引するクリスティーヌ・デルフィ、アントワネット・フーク、モニック・ウィティック、フランソワーズ・ド・ボンヌのほか、カトリーヌ・ドヌーブ、マルグリット・デュラス、フランソワーズ・サガン、デルフィーヌ・セイリグなど多くの著名人が名を連ねていた。シュバルツァーはこの勇気に打たれ、ドイツでも同様の運動を起こそうと考えた。2ヶ月後の6月6日発売の週刊誌、シュテルに、ドイツ系方 第218条の改正を求める、請願書が女性374人の署名入りで掲載された。表紙一面に女性28人の顔写真が並び、私たちは中絶した。と大きく書かれていた。フランスの場合と同様に、ロミー・シュナイダー、センタバーガー、ベーラ・チェコバ、ベルーシュからの著名人が多数参加していた。当時、西ドイツの警報店。 第218条では妊娠中絶を犯罪とし、手術を引き受けた者は5年以下、依頼した妊婦は1年以下の自由刑、または罰金刑に処され、中絶の企てさえも刑罰の対象であったため、闇の中絶を受ける女性は年間数万人に上っていたとされる。この請願書の署名者は、その多くが職場で配置外や解雇の脅しを受け、 何人かの女性宅には打退罪と民衆扇動の容疑で家宅捜査さえ入った。だが、誰一人起訴されることなく、シュバレッツァーは中絶自由化を求める8万6千人の署名を集めることができ、7月19日に法務省に提出した。女性たちは、私のお腹は私のものを標語に掲げ、第218条の破棄を求めて街頭デモを行った。 シュバルツァーは同年、最初の著書、第218条に反対する女性たちを発表した。この運動は、従来自命のこととみなされていた母性という女性の、使命に対する意義申し立て、自らの体に対する自己決定権と、生まない自由の要求、さらには、第2派フェミニズムの運動に発展。この結果、第218条は1974年に一部改正。 76年7月21日に、ようやく公的機関での面談により、理由が認められる場合には自態後12週まで、優生学と母体保護に基づく理由、または犯罪による理由がある場合には22週までの中絶を違法としない、新218条が施行された。シュバルツァーは1975年に小さな相違と大きな結果を表した。本書では、 母性を中心とする生物学的精査という小さな相違が、協議には社会的母性を中心とする結婚制度、家族制度、抗議には社会的、文化的に構築された精査といういかに大きな結果をもたらしているかを明らかにし、従って女性の自らの体に対する自己決定権、母性からの解放は女性解放、男女間の個人としての平等への 第一歩であると主張している。本書は世界中に各国語に翻訳され、翻訳は性の真相、小さな相違と大きな結果として1979年に出版された。1977年1月26日、シュバリッツァーは女性による女性のためのフェミニズム雑誌、エマを創刊した。エマは解放にかけた使命であり、また、 フェミニズム雑誌にありがちな挑戦的な使命をあえて選ばずシンプルなものにしたかったという。フェミニズム理論や学術情報を紹介するのではなく、女性にとって重要な時事問題を論じるための雑誌であり、1970年代の主な関心であった女性の権利やカトリック教会における女性の地位から最近では接触障害、 女性季節女、イスラム教における女性の地位などについて論じ、同一労働同一賃金及びポルノグラフィー、売春、性的虐待の問題は過去数十年にわたってたびたび取り上げられている。エマは、各月発行の雑誌で、発行部数は約5万部である。シュバリッツァーは、エマ創刊42年目の2019年現在も、編集長を務めている。2004年、 ドイツ連邦共和国功労勲章を授与された。ありがとうございます。